続いて宇野くんの私物をチェック。はいはい、じゃあまずは絶対必要なもの、お財布。本当使わないですけどね、財布も。どうやって生きてるの？まあ、お母さんがいつも一緒にいるから。ああそうだね。なんか買って。あ、そうか、持ってくれてるか。でも一応何かあった時用に持ってるって感じ。そうですね。まあ、僕もたまには外出するんで。たまには。たまに財布ないって困ります、ね。お金がないとか。続いて財布以上に大切というものがこちら。待って待って、え、こういう、え、どういうこと？やっぱそういう入れ物なのこれは。いや、貼りましたすごー。何用と何用？ゲーム用と両親の連絡用なんですけどまあ結局連絡しないっていうゲームしか使わないっていう。一応持ってるけどみたいな。あとはなんかいつ入れたかわからないお茶。いつ入れたかわからないお茶入れてるの覚えてなくて飲むの？どんどん増えて。え、そのいつ入れたかわかんないお茶を入れてまた飲むの？それを、うん、いつのかわかんないのに。たまに腐ってますね、大丈夫？もう心配だよ。